ムーブでしたけどね、今。これはハゲーランス主人公ルート来たわ。来たー。ハゲーランス主人公ルート来たインパスターやりたいポスター全然来ないね、今日ね。昨日から全然来ないね。黒ピンク黄色めっちゃ来た。おばんでーす。おばん。二席アッツがいる。じゃごめんなさい、めっちゃもう宿舎前連打しちゃって、今しめとしてはしごの上で2秒待ってからボタン押しに行く。ああそういうことか。はい、ちょっと2秒経ってました。えらい。でも勝ちました。勝ちましたとは。勝ちました。僕めちゃくちゃ連打してたのに負けました。その後ろから来たアルマさんに負けました。おばんボタン。はしごの上で2秒待つのは最速脇でした時点でカパって開く時間が左右するから、はしごの上で待つ2秒は。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあちょっとズルしました。何の話してんの。ボタンのカパって開く時間がそもそも最速脇をしちゃった時点で2秒他の人が早い。あ、そういうことなんだ。早くたどり着いてもどうせいつも待つじゃないですか、2秒。ちょっとじゃあレギュレーション違反したということで僕を釣ってもらって。さっきルールを守るって言ったばっかしなのに。悲しいよ。あります。はい、お番です。スキップスキップ。ああ、優しい。僕は入れました。見つめる決断。白黒ポチュ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 白黒青白黒青黄。ああもう死んでそうだな。怖っ。おお、ナイスボタン。わあ、ね、強い。素晴らしい。お番でーす。お番でーす。お番でーす。一ついいですか？うん。ね、はい、ま。マックスさん通信室で何してたの？お番してました。いや、お番してた。お番してた。え、夏目さんと見つめ合ってましたけど。何してんの？通信室で。なんかね、いや。チラッと入ったマックスさんがずっと通信室行って、うん、はい、何してんだろうと思ってその間ずっと見合ってたんですけど、てかこのボタン強、これってなんかインポスターとして怪しいとかそういう要素なの？全然違います違います。いやでも普通に興味深で何してたんだろうって、あ、まあ、普通に疑問に感じただけでしょ。来るかなと思って、コミュサボを来るだろうなと思って、うん、もうそろそろ時間だろうと。あ、そういうこと。前で待機してました。コミュサボ停電だったって。熱いコミサボ待ちした。そう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 、そろそろさっきのコミサボ治ってからいい時間だし、そろそろ来るなと思ってコミサボ前にちょうどいたから待機してたら停電だったから、あ、外れちゃったってしてました。と言いつの言いつつの本当は本当キルできる人を探してだけど、相方の夏目先生が来ちゃったからそれ来なかったと。その説ですね。あ、それほど誘導されていく。二郎つけましたね。全然入ってないじゃん。見つめる決裁、女神の決裁、
うなぎ色に光る。面白い。ここつけなかった。紫。水色。黒。紫水色黒。紫水色黒。水色紫黒。ああ。10秒前です。10秒前です。ザチキンさん。白出せます。白出せます。夏目テラゾー。オラくん発見か。あ、僕ミーティングボタンです。真ん中のボタンです。あ、ボタンか。あれ？じゃあ電気室いた人って誰だっけ？なんかチラッと最後の方する。あ、はい、僕です。僕です。あ、そうだ。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。真っ白です。マックスさんと夏目先生と。テラゾーです。テラゾーさんです。ただ俺しては夏目先生は見てません。タスクしてました。あとセキュリティし、右の方の右下のタスク、はい、はい。アルマさんと、あ、ごめんなさい、夏目テラゾー、あと誰だっけ。マックスさん。マックスさんです。マックスさん、はーい。ゲンです。ザチキンさんはメイン脇でゲンと一緒です。で、ゲンは1個メインでタスクをした時点で、もうザチキンさんは目の前から消えてました。先端さんの行動を若干知りたいかも。僕は、エンジンにはいて、金庫室のタスクをやってコミュナリー、出るときにゲンさんが宿舎前のタスクやってて、コミュの、コミュエンジンの扉でオラフ君がドア開けようとしてて、アルマさんとか、夏目先生みたいな、誰か、まあ、2人ぐらいいたんで、エンジンのタスクとメインホールの一番右のタスクやってジエンド。まあ最終目的多分僕かなと思ったんで全員の話聞いてたんですけど、とりあえずゲンさんは無理だと思います。シャワーの中入るところの上でザチキンさんを見てます。多分殴ってたと思います、シャワーヘッドで。僕がその後メイン行ってエンジン行った時に左から来るゲンさんを見ているので、ゲンさんはまあないと思います。はい、10秒前っていうのが本当だったらないです。はい、僕はアリエル1だと思います。はい、うん、先端さんが一番視点黒いかなとは思っちゃうんですけど、うん、他のウキイチも聞きたいかな。あ、私ウキイチ、ウキイチ昇降機右ダウンロードしてるからウキイチですよ普通に。昇降機シャワーから上に行ったとかもわからない。シャワー10秒前ぐらいにしてもらってこと。少なくてもアーカイブには来てないです、通って。あ、で、ごめんなさいね、僕も普通に容疑者1だと思います。はい、はい。ありがとうございます。しました。ナイスパターン。まあ容疑者3枚ですね。僕が普通にそこで切ってるか、すれ違った先端さんが切ってるか、浮いてるサントスさんが切ってるか。チャゲポエさんってどうですか？チャゲポエさんは？僕も浮いてますよ。貨物室で、リスポーンして、マックスさん、サントスさん侵入してます。サントスさんと、貨物室の金庫のタスクやりました。でその後、診察室 の, あのバイタル見て開いた瞬間に、ザチキンさんがキルされてます。でそこから、秒数数えながら移動して電気室入ったタイミングぐらいで、真ん中のボタンが鳴りました。マックスさんさ右側にいたと思うんだけど、チャケポレさん見てます？見てないです。金庫のタスクをしてるんで、多分マックスさんは早々に貨物室から離れてると思います。マックス、夏目、オラフくんでしたっけ？ 3 枚の白証明って。テラゾーさんでしたっけ？夏目、テラゾー、オラフだった記憶は。夏目、テラゾー、マックスだね。みんな違う。夏目、テラゾー、マックスさんです。マックスさん。で、オラフくんがボタンですね。で、ゲンさんは僕から白出してて、そうですね。はい、オラフくんもあるのか、これ。でも、オラフくん、マックはエンジン前で、センターさんと
エンジンであって、ゲンさんと宿舎前のところであって、あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。そらくはないと思います。あ、ごめんなさい。ヒさんが一応あるから、4容疑者だと思ってるかな。でも4容疑者で、チャゲポヤさんの視点、てか、バイタル情報を借りて白を出したから。でも一番、サントスさんでシャワー。チャゲポヤさんは外さないと思う。シャワー行ってないよ、だって。あ、行ってないんか。ラウンジアーカイブで、あの、証拠ダウンロードだから行ってないってな。あ、そうで、チャゲポヤさんを残してて、さっき金庫のぐるぐる、一番右の金庫タスクからって話ですけど、私が先に終わって、チャゲさんを残して、私が抜くって感じ。これ、キルマチでいいと思うんですけど、どういうことですか、うん、はい、と思います。同じくです。いいキルだな。容疑者が、容疑者多いですね。うん、あんまチャゲポヤさんを疑ってないとだけ言っておきます。僕、サントさんに入れました。ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしまして。そっちじゃない。インコのタスクは宿舎前に湧いた時のみやりましょうね、このダウンロード。まあ、ギリエンジンでもまあいい気はするけど。最速でいけるなら。インク。気持ちいいな、13907。白青死んでもいいかタスクだね、容疑者ヒットだろうし、36913。いやでもこのマップにおいてはでもそれで決め一番面とかだったらきついか。まあでもヒットだからいいか。ちょっと強気で、あまりにもなんか雑魚死するような位置で位置に行っても仕方ないけど、一発でやります。はい、うん、うまい。死んでんの？はい。他のさんも死んでる。メインホールの一番右の部屋でオラフ君が死んでました。メインの一番右ホール。メインの一番右？はい。シャワーとか除染するとこです。さんは絶対違います。誰？チャゲさん。オッケーです。うん。うん。アーカイブの扉が閉まってて、その前にアーカイブにオラフ、チャゲポヨ、テラゾーでいて。オラフが下がったのを見て、うん、でチャゲポヨさんとオラフ君を往復するような形で俺は見張ってたんですけど、チャゲポヨさんがダウンロードしてるのでアーカイブのそれにくっついていって、はい、ラップ方向に行って貨物室の停電直しに行きました。ゲンです。カメラを見ていました、アーカイブでテラゾーさんが右に行かれている姿と、その後先端さんが下アーカイブの下に行かれている姿だけ視認しています、はい、他に情報はありません。チャゲポヨ、その寺戸さんと別れた後またアーカイブ戻ってシャワー室通って、シャワー室メインホール通って電気室に入ったところでレポートが出てるんですよ。そうなんですよ。で、先端さんを僕が先なんで、はい、先端さんに、いや僕先端さんをシャワー室のゴミ箱のところですかね、入り口にあるゴミ箱のところで視認をして、そのままそうです、そのまま真っすぐ行ったんで、シャワー室の方には寄ってないので、もしかしたらちょっと見逃してしまってる可能性はあると思うんですけど、アルマー君のあの位置って分かる人います？なんか見たよって人。見てない。停電昇降機が鳴った時にいた右下にいた人って誰だっけ。右下消防機リアクターが鳴った時に右下にいた2人。右下っていうのはどの辺ですか。あ、消火器直すところって右下と左にあるじゃないですか。あ、そういうことか。消火器のポヨオラフじゃないの、はい、ん、チャゲポヨオラフじゃないのそれ。あ、そうです、そうです、僕とオラフくんが直します。そうですね、左にいた人。左は僕直しました。左先端さんが直してます、ね、あれ帽子いなかった。アルマの帽子、サントスの帽子見間違ってない？サントス行ってる左。あ、でもヌーンで右から左に最後。それめっちゃ。あ、それ夏目。それ夏目。あ、それ夏目さんか。サントスセンター夏目一緒になってるよそこ。しかもめっちゃ古い。ボタン押しましょう。
あ、寺尾さんいるとボタンを押して押しましょうって言ってくれるからありがたい。元祖ボタンおじさん、ありがてえ。みんなね言ってくれると一番理想的なんだよね。僕がボタンおじさんになるんですんだけどね。いや、ごめんなさい。じゃあ何も関係ないわ。前に落ちる。そうアルマさんはちょっと死体の位置を追えないのでオラフ君だけで考えます。はい、ってなるとハゲです。ってなるとマックスさんとゲームは極めてやりにくい位置っていうのをお伝えしておきます。セキュリティの展望デッキというか、あのアップロードするところで、うん、まあ、死体が発見される20秒ぐらい前に2人がかりでアップロードやってたんで、まあ、うん、大丈夫かなって。左下の展望デッキも来たの？右下ですね、セキュリティですね。いや、その後に私左下のアップロードしたらマックスさんアップロードしに来たんだよ。うえ、してないよ、してないしてない。停電。本当ですか？いや違う。停電が左下あったから左下のところの停電を直した後誰かいるかなと思ってチラッと見たらサントスさんがいて、その後すぐ離れてるから僕がアップロードしてるっていうのは嘘です。ごめん、どこの話でしたっけそこ？あ、展望デッキの話。展望。今の話。はい。一確認行ったのね。あ、なるほど。そう、一確認一瞬しただけです。まあ、じゃあサントスさんがいるって言ってみたら。まあ、いずれにせよマックスさんはオラフさん切るには関われないと言っておきます。はい、まあなので、まあ、マックスサントスゲンがそこのアップロード組だから、まあ、マックスさん視点で無理になるってことかな。先端チャゲポヨになると思ってて、チャゲポヨさんが先にシャワーメインホール電気室に行ったっていうのを先に出してるから、あんまりチャゲポヨさん疑わしくないなと思っちゃう。いや、サントスさんは全然あるでしょ。最後に一瞬展望デッキでそこに立ってるのを見ただけだから、それ以前の行動全然僕は知らない。あ、それ以前はね、エンジンルームから通信室こっぐらいまでは夏目サントスは昇降機直した後は言ってるから、そう、うん、それ以前で本当にで武器庫で展望デッキにいるんだったら分かんない。あ、そうその時間軸が分かんないから。でもメインの一番右の部屋でしょ。そこまで行って夏目先生に見てそこで殺して入ってキッチンはさすがに東京じゃない。うん、だからあるとしたらアルマ君と影山先生は最初の容疑者でもある。いや、うん、まあ別に、僕、チャゲポヨさんしだと思うんだよな。センターさん、チャゲポヨさんまで落とせば。うん。あと、一応、サントスさんも容疑者ですよ。初日ね。そう。僕はサントスさんから強かったな、今日。僕、セリフってことになりますよ、今の。覚えててくださいね。確かに。いやー、これ負けた。センチャゲ白っぽいけど。いやー、僕、センチャゲ白っぽい。白。夏目サントスの2色。サントスの2色かなと思いました。え、なんで？夏目サントス。あ、オラフ君はどっちかやられてる。あ、どっちかは、はい。僕も2色だと片方にやられてる。あ、残せばよかったな。そんな証言。あー、これまずいな。あー、これは。あれ、これまず。ボタンを押す構えじゃないよ、2人とも。溜まってないんじゃないでも。ギリ視界入ってなさそう。ごめん、押してたサントス使ってた初めに。なるほど。チャゲポヨもさっき押したので、うん、ボタンなかったです。残ってるの誰になる？まあ、ゲームは多分残ってますか。え、これ誰になんだろうな。今のってキルクールって余裕で立ってる。余裕で立ってますよね。38から40秒くらい立ってる。余裕で立ってる。ダブルキルなかったって考えるとちょっと折ったのかなっていう風にも見えなくも、うん、確かに。一ついるのは寺蔵さんは白っぽいですね、今押したんで。ありがとうございます、うんうん、ごめんなさい、あると思ってボタン連打しててないよって言ってちゃった。申し訳ない、混乱させて。あ、ミーティングルーム右上にいたのがサントスさん。あ、そうで、やばい、あのなかったと思って、じゃあタスク少なくても進めないとと思ってみたいな感じでした。はい、マックスはボタンなかったの。あ、しゃあないな、僕黒いから、うん、テラゾーが上がってったの、サントスさんが上がってったのを見てたから、やった、先に釣られるのもな、7番目になっちゃうから。マックスさんはリアクターを直してくれて、私がボタンっていう配分で分かれたから、マックスさんダブルキルだったから、ごめんなさい、私たち使ったの忘れてたんで申し訳ない、うん、なんで押さないんだろうと思って。ダブルキルじゃないんですか。申し訳ない、上限の音が微妙だったから。サントスさんかチャゲポヨさん落としたいんですけど、どっちかな。正直センターさんの落とすぐらいだったら、うん、この2枚落としてきたかったです、ね、うん、そうですね。でも死んだセンターさんがサントスさんって言ってるんで、サントスさんからかなと思ってます、ね、ありがて、うん、ナイスナイス。ここは同意です。
基本確認したいです。あ、よかった。言っといてよかった。センターさん入れてないか。よかった。自分センター入れてます。言っといてよかった。自死点、ああ、よかったよかった。なんですけど、昇降機を直した後、サントスセンターがいたんですよね。あの後にエンジンルーム、通信室、コックピットまで行ってるので、中野アルマキルじゃなくて、誰キルから詰めてったっけ、オラフ君か。オラ君キルだったら無理です。サントスさん入れちゃいました。ポヨさんが言った通り、ダブルキルが起こなかったから、センターさんで落ちてるとはそう思ってるんだけども。スキップね、スキップに。まだセンターさんで落ちてると思うから。と思います、うん。スキップ自分なんで。セルフっていうのも言っててよかったね。いや、遺言残しといてよかった。ナイス軌道修正だ。あぶねえ。素晴らしい。あ、マックス様ナイスだな。ゲンマックスナイス拾いだったな。いやー、残しといてよかった。いや、ナイス遺言でしたね。サントスの爪の二郎まで言っとけば満点だったの。いやー、いいっすね。チャゲさん白いって言って死んだんでしたっけ。チャゲさんじゃないと思うみたいなこと言ってましたけど、サントスさんから釣りたかったなって。ああ、はい、もう悔いはありません。コミュニケーションの話は自分です。もう持たないんじゃない。えらい、白です。自死点の話なんですけど、いいですか。はい、自死点、サントスさんを昇降機左、昇降機左に行ったのは自分、サントス先端だったっていうのは証言取れてますよね。で、サントスさんと左側に一緒に行ったので、サントスさんが展望デッキで確認されているのであれば、メインホール右側の殺害は不可能です。うんうん。っていうことは、夏目先生視点だとシャゲプさんも落としたいっていうことなの？先端がどう見えるのかによる、それは。自身で先端をあまり見ていないので、その昇降機以外は見ていないので、先端が客観視点白いのであれば、はチャケポヨさんを釣りたいし、で、うんうんうん、サントスさん釣りをしたのは先端が白いっていう点、30秒以上経ってる中でそれでも先端が白いからサントスさんを釣ってるわけだから、はいはい、だったらチャケポヨさんまで落としときたいかなとは思う。ケンデス、夏目さんは今二郎一想定のどの辺になりますか。想定の二郎一、今例えば一郎だと思います。いい質問だ。あ、一塁、あ、いや、チャゲボヤさんがインポスターだった場合は二郎だと思う、はい。あ、一応僕のなんか白アピールとしては、寺蔵さんで白打ち出されてるところをあえて僕はグレー1入ってるっていうのでちょっと見てもらえると。それよりも原産の話をするの。ちなみに二郎残ってるケースは追っていません。なぜなら私が押したからです。チャゲさん視点はシャワー室にセンターを残した上でメインホールも通過して電気室に入ってるってことだよね。そうです。で、電気室のぐるぐる回ってるやつをちょっと原産の話を進めてあげてほしい。レポートが上がってるっていう感じですね。まあ、チャゲポヨさんに僕入れちゃいます。あ、入れちゃうんだ。てか、ゲンさんが押してるから二郎が否定されるってどういう感じ。さっき5人だった。あ、ナイスナイス。いやー、これはナイスだ。寺蔵さんナイスだ。よく流されなかったな。ごっこつらないの偉い。ごめんなさい、ちょっと自分が頭悪いから理解できない。サボ、頑張ります。いやすごいな。ゲンさん、いいぞいいぞいいぞ。もうやっぱりもうハギーランス、ハギーランス、もうハギーランス。これなんなら釣らない方が勝ち筋あるまである。インポスターしてよ、逆に。お、というと、というと、え、あ、チャゲボさん S 字にするってこと。そう、はいはい、その筋の方が多分強い。でもキル選べないから多分釣った方がどうなんだろうな。ボタンが誰残ってましたっけ。もう残ってないと思う。マックスさんがワンチャン残って、キルガチ、キルガチが安定してる、ね。多分ボタンないの踏んでの今議論の進め方だったと思う。うん、あ、聞いてる感じ。マックスさん残ってるって言ってませんでしたっけ。マックスさん多分、あ、おっさんだ。直しに行かなかった。うん、一応落ちてんだよねこれ。これ落ちてるっぽいですね。はい、さっき停電した時、夏目さんと一緒にキッチン入って、ってたので、なんかそこでまあ、いや、もうチャゲポヤさんを見た瞬間にもう逃げました自分は。もう無理。僕はもうそのまま真っ直ぐ展望デッキまで行くと殺された場合視点、話に夢中でタスク位置探してたずっと、うん、その後僕は展望デッキで停電直して、はい、そのままボタンが鳴ってますという、まあ、うん、
ボタンないのを共有するのと、ゲンさんのさっきの話を詰めてあげてほしい。まあ、二郎いないんで、大丈夫だと思うんですけど。自身の白証明はね、しなくていいんだよね。チャゲポヨの証言が出てこなかった、チャゲポヨが通ったって証言が出てこなかったのがちょっと怪しいなって思っちゃってて。そうなんですよ。なんか逆に僕を後ろにいたって言ってたので、なんか、言ってたかなり食い違いが発生してるなって思って。まあ、ただ、寺蔵さんしては先端で落ちてる可能性の方が高いかな、わかんないけどね。でも、チャゲポヨ、どういう推理なんだろう。6人の時点で2浪残ってる状態だったってことで。うん、そうなんだよ。だから先端が白いからこその先端のロラ先を釣ったわけで。です。いや、だからこそ、これで1削れていて、さんは2浪見てそうだね。普通に価値格盤面を作ろうとも作れるのに、あえて作ってないことになるんですよね。価値格盤面を作る場合ってどういう、さっきのだったらコミサボとか停電とかを、まあ停電を起こした場合は一人がカチカチをして残り一人が切るとか、ミーティングで前で待機とか、いろいろ。コミサボとか停電だった場合、コミサボ直してるの自分で。はい、そうです。はい。だから価値格盤面を形成しようとはできるから、ゲンさんが俺がボタンを押したからチャゲポエさんがしろって論は。あ、別にチャゲポエさんがしろ。若干見える。チャゲポエさんしろとは一言も言ってません。あの残り2浪だと言ってます、はい、だからスキップで私はタスクで勝てると思っています。でもそれだったら経験は直す気でゼロでした。チャゲポエはタスク全部もう終わってます。やーぶねー、マックスさんをチャゲポエさんに負けてるな。そうそう、ボス戦していきます。タスク頑張ります。死体探し頑張ります。はい、ね、ボタンの共有でした。これでっけー。いやーナイス。マジでナイス村だ。これ勝ったらすごいな。あれ、ゲンさんがマジでもう千人の悟ってる。これでもインポスターも全然まだありますよね。うん、あるあるある。いや、タスク量が、でもタスク量が見えないのがね、そう、なんとも見えない。ボタンがでももうないんで。私結構進んでそうだな。夏目先生インポスターだからタスク進むの早そう。3キル勝ち狙いに行きましたね、これは。うん、右に2人なかったっけ。ここまでですか。マックスさん結構タスク残ってそうなムーブでしたけどね、今の。これはハゲーランス主人公ルート来たわ。来たー。アゲーランス主人公ルート来たはい、神殿図で黄緑が死んだので貨物、ラウンジアーカイブといった時点で光ったのでレポートしています。あ、それアドミン僕見てたのでその動き合ってると思います。はい、メインホール脇です。マックスはで、シャワー室の方向に向かうのを見て俺は電気室、診察室、貨物室まで行って、図形を確認して診察室に戻ってきたところ、もうすでにマックスが死んでいて、ゲンさんとはその時点ですれ違ってるので、ゲンさんが言ってることは正しいと思います。で、アーカイブ2のシャワーメインっていう風な、メイン電気っていう動きが見えたので、はい、だった場合結構チャケポヤさんと自分対立で、自分キッチン、セキュリティ、電気室、診察室っていう流れから、診察室で寺蔵さんと会い、最後の方で電気室に入ってます。うわ、見てない俺。とんでもねえ。それタイミングがやってて、ゲンさんは見てない。あんまりハゲランス。どなたとも多分会ってない。夏目さんは最初キッチンにおられました。見てないんだ、チャゲポヤさんも。キッチン脇は絶対正しく、ね、で、セキュリティ、電気室、診察室っていう順で寺蔵さんと会ってる。僕、正直なら。るので、視覚情報から原さんと寺蔵さん、成立しないから。原さんは見てくれ、整理すればいけるけど。寺蔵さんとは電気室最後の方、寺蔵さん見てたじゃないですか。うん、で離れて電気室の上の端ぐらいまで、真ん中上左って順で来たような気がする。マックスさん、チャゲさん疑いそうだったからよかったかも、ね、30秒までいったら割り込むルーメン的には。チャゲさんのこアドミン情報って合ってんだっけ。どうだろう、肯定してるだけ、ゲンさんの、はい、移動を肯定してるだけ。あ、すいません、更新を決めさせてください。タスク残ってる方おられますか。今1個、ゼロです。2個かな、微妙だな。あと寺蔵さんさ扉開いてなかったよね。あ、じゃあ扉開いてたよね、だから閉まってなかったよね。うん、だ素通りして自分も折り返した。頑張れ、ハゲラス。チャゲポヨさんだからもう夏目さん
な。よし、もう取れるか。これはすごい。なのですみません、決め打ちです。これは主人公。いや、終わんなかったら怖いな、これ。ケンさん。いやー、おめでとう。いやー、主人公。ナイス、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 ナイス。すごい、ハゲランス、ナイス。ハゲランス、主人公。これはボーボー。素晴らしい。これはボーボーって。これはボーボーです、ボーボーでした。いや、ナイスすぎ、マジで MVP だったもん。ありがとうございます。なんでワイン最強だったな、マジで。どこから見てたんや、ワイの行動。あのね、ちょっと視界が広い停電中でしたしねっていう話なんですけど、まあ本当になんかあの並走してたの本当ですね。お自分の寺蔵さん殺そうとしてたんで、うん、ああなるほど、すげえな。そうですそうです、ハゲランスだったな。よくローラン攻めましたね。スキップしたのもナイスだし、チャケポヨさん釣らなかったのもナイスだし、死体発見したのも、死んでず見てたのも全部ナイスだったな。ありがとうございます。まあ、でもセンターさんがやっぱりサントスさんに矢印向けて死んでいただいたので、多分そこさんも手がかかってます。拾ってくれたのもナイスだった。はい、マックスさんが拾ってくれたからナイスだった。キルクール開けてね、殺すか殺さないか悩んだんだよな、あの時。てか、夏目先生とダブルキルしようかなと思ったんですけど、ちょっと意図が。夏目ね、ちょ、あ、開け、開いてなかったらキルクール。そう、ですよ、ですよね。あの動き開いてないってことだったから、殺さないっていう判断をしたんですよ。そう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 。なるほど。ドア開け結構したってことか、夏目先生。ん？ドア開けを結構したからキルクル開けてた。あ、そう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 。そうそうそう。いや、マジでナイスだったな、今の。よく勝ったな、村井、今の。ごめんね、サントスさん。弁当の方がよかったな。いやー、申し訳ねえ。センチャゲロラの話出た時点でもう負けたと思ったんで、村。ね。いやー、マジでナイスだった。いや、見事です。竹さんが白かったからこそ、サントスさんの方がいいなって思った。僕とあのチャゲポヨさんの二郎かサントスさんの夏目さんの二郎しかないから、うん、あ、まあそうですね、そうそうそう、そうラインが繋がってるから、そうそうそう。で個人的にはだからチャゲさん釣られたらあの後マックスさんのボタンでその世界線がなくなるから、夏目、あ、サントスしかなくなるから意外と釣られなかったのは個人的に良かったかなと思った。確かに確かに。だから意外とチャゲさん釣られなかったのは私視点だと良かったなと思ってて、そう、確かに、そうか、確かにロラーできたのか、はいはいはい。ちなみにオラクキルは自分なので、いやこれ申し訳ない、サントスさんちょっとそこ詰めで、いやでも私は入ってないから、うん、いや入ってない、うん、あそう、ゲンさん僕死んだターンゲンさんと初手左ですれ違ったんですけど、あ多分それは記憶から抹消されて、記憶から抹消されてすいません、その場で死んだ。いやよく勝ったなマジで、いやマジでいや接戦だった、墓場絶望だったよね絶対。あれさあ霊界目線はもう負けたって言ってましたよ。あー本当ですか、すごいナイスマックスさんのさボタンの時さ、夏目先生あとちょっとゲンさん殺せそうだったよね、なんか追っかけ入れ、はい、イレクトリカルで追っかけて、あと3秒ぐらい忘れたけどめっちゃ殺せそうだった、そういけ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 っつってマックスさんいいとこで押してあーって言われて、あーナイスボタンだな。いやあのボタンエグいかった、めちゃくちゃ、あーそうだった、いや難しかった、めっちゃいいキルだったから、うん、ま、初手キルとかも分かんなかったし、うん、初手キルマジでやばかったですね、うん、初手キル容疑者多すぎて、そう、まあ、無理だな、いやーねー、僕筆頭だからもう今後のために追放されとこうかなと思ったけど、うん、それでもそれに差し引いてもめちゃくちゃ容疑者いたから、うん、僕も殺されに行きましたからね、発言出たなと思って、うん、最初ダチキンさんを覚えゲーでやったのか、確か覚えゲーの、はい、覚えゲーで覚えゲーを忘れて全て勘でやってたらございました。長いなと思って、いやーマジで村が強かった今の、ナイスだったマジで、うん、よう勝ったなあそこから、すごいナイス処理でしたね。いやいいゲームだったな。いやいいですね。夏目先生、いやごめんこれっち結構自分のミスったな、扉のやつ申し訳ない。いやー、ダブキルいけないな。いやー、僕もあのバイタル見た瞬間、あ、これは時計になれると思ってめっちゃカウントし始めました。1、2、3、4、あー探しに行かなきゃーって言って。まあ、ね、サントスさんがいなくてもね、第2第3のサントスが、うん、なんかデスノートのキラみたいな。よくわかりましたね。サントスさん嘘ついてたんですか、じゃあ時間、え、いつのやつ、なんかこのゲームで何秒とか言ってる時って、あー、キルクルのやつ、あれ本当本気で言い出してますよ。あ、本当に言ってます。キルクルは
あの余裕でこう、あ、ただやっぱりドア開け3回ぐらいやると3秒くらい削られるんで、相方が3枚くらい、3枚以上開けてたらキルクル開けれてないかなと思ったんですよ。私は1枚も開けてなかったから。なるほど、はい、自分単体で開いちゃってうわーって思いながらって感じ。サントスさんと夏井先生可愛かったですか。あれなんかもうボタン押す構えじゃない場所に構えてて、そう、あのはしごの音が鳴った瞬間に2人とも右にパーって走って逃げて